皆さん、マーベラスの完全最新作フレデリカ購入される予定ですか？この作品は先日も体験前にやりましたが、言葉が奪われた世界を舞台としたアクション RPG となっているといったところで、実際のゲームプレイだったりとか、感想につきましては別の動画で語っておりますので、そちらの動画を見てくださいと。あくまで今回の趣旨としましては、フレデリカ今どのような評価を受けているのか、どのような意見があるのかっていうところをですね、ざっと見ていければなと思います。で、このフレデリカに関してはようやくね、発売日を迎えようとしているところで、現在進行形で体験版やってるぜっていう方が多いんじゃないかなと思いました。で、特にこの体験版については別の動画でも語っておりますが、なんと引き継ぎが可能ということで、まあレベルの上限とか定められておりますが、かなりのね、要素を引き継ぐことができるので、そういった意味でかなりやり込んでいる方が多いのかなと思いました。まあそんなところで、内容としましては実際にやってみた方ならわかるかと思いますが、まあどちらかというと、マーベラスが作った不思議のダンジョンみたいな、そのようなゲームとなっております。ただまあ不思議のダンジョンでどちらかというと謎解きみたいなところが結構大きいんですが、そことはねちょっと位置づけとかイメージが異なっていて、まあダンジョン自体が異なっていくといったところはあるんですが、ただそんな難しい謎解きであったりとか、そういったところはございませんので、まあぶっちゃけね、他のゲーム、例えばトレネコとか試練とかみたいな不思議のダンジョンシリーズと比べると難易度は、かなり低く設定されているのかなと思いました。まあ、そういった意味ではですね、マーベラスっていうところで牧場物語とかで、特にそのフレデリカっていうのは、別のタイトルルーンファクトリーと一部世界がリンクしていると、そのような公式設定もございますので、そことね非常に親和性がある、類似性がある、そのような世界観のゲームとなっております。だからかなりねマイルドな、難易度設定となっているため、だからまあ普段から、例えば、まったり系のゲームかな、そういったゲームをやってる方でもかなり楽しめる内容となっているのかなと思いました。はい。まあ、そんなところでゲーム自体は、非常に簡単なのかなと、まあ、簡単というか、まあ、そこまで苦戦する内容はないのかなと思いました。まあ、例えば製品版が出た時に止まった場合は、単純にレベルを上げて物理でぶん殴れば、割と打開できてしまいそうな、そういった雰囲気をね見て取れましたので、で特にね、まあ、強力な PS、まあ、要するにプレイングスキルっていうところにそこまで依存しない、戦闘形式だったので、まあ、そういった意味では牧場物語とかで他のそのマーベラスの作品をやってる方からすると結構ありがたい設定なのかなと思いましたね。まあ結構マーベラスからこういった結構がっつり系のアクションっていうのは、ルーンファクトリーぐらいしかなかったので、まあ、そういった意味ではですね、結構新たな挑戦なのかなと思いました。でそういった背景もございまして、今体験版やってる方が多いんですが、不満点だったりとか評価点というところがですね、X 上、旧 Twitter 上で、様々なことがつぶやかれております。で今のところはですね、拠点のレイアウトっていうところで、拠点の広さであったりとか拡張性であったりとか、まあ、ここについてはもしかすると製品版でブラッシュアップが入る可能性があるから現時点で評価できない点じゃないかなと思ったんですが、レイアウトがいじれない点、ドロップアイテムで拠点におけるアイテムが作れればと思っていたけどそういうゲームじゃなかったっていう点がね、残念な点として挙げられておりました。まあ、これっていうのは、まあ、直近の牧場物語もそうなんですが、結構レイアウトにフォーカスを当てている作品が多いから、で特にマーベラスの作品をここ最近プレイされている方からするといやーちょっとそれは違うんじゃないと思ってるね、ギャップがある方も多かったみたい。であとはまあフレデリカ体験版やってみて、まあなんちゃらなんちゃらかんちゃらって書かれているんですが、まあ、ちょっとこれはちょっとね意味がわからないですね。まあそれは置いといて、フレデリカ体験版触ってみた感じ、好感触、ストーリーの入り方は、マーベラスっぽいっていうところとか、
で、あと交代の恩恵が大きいから一人攻略はだいぶいい縛りになりそうっていうことで、まあ交代の恩恵がかなり大きすぎるっていう点がまあネックな点と感じている方が多い一方で、逆に初心者とか、まあ、普段からこういったゲームやってない方からすると結構ありがたいという、そういったところがですね、この交代の、システムになっているのかなと思いました。逆に縛りプレイもですね、対応可能となっておりますので、そういった意味では、初心者から、アクションゲームのベテランまでかなり楽しめる設定じゃないかといったことなども言われております。ただまあフレデリカにつきましては、これ見てもらったら分かる通り、まあ、結構ですね、体験版やってみてサクサク動くなっていう印象と、で UI UX も優れておりまして、で非常に見やすくなっていると、でキャラデザインについては結構ここはね賛否両論あるんじゃないかなと思ったんですが、まあ個人的にはね全体的に好きなキャラデザとなっておりました。で今回ですね、繰り返し、ダンジョンに入って攻略していくといったところがですね、一つポイントとなっておりますが、ストーリー性っていうところがですね、まだそこまで明らかとなっておりませんので、そこにつきましては製品版やってみてからじゃないと、まあ、ちょっとまだわからない、評価できない点なのかなとは思いました。であとはまあゲーム内容よりオートセーブしかないのが気になった、こまめにセーブしてくれるのかなっていうことで、まあ、好きなタイミングでセーブできないから、製品版本当に大丈夫かっていう意見など、そういった不安な声なども上がっております。でさらにフレデリカ体験版実際やってみて、うわ面白かったって評価されている方も多くて、まあ、そういった意味で製品版購入された方もいるといったところで、ただ正直期待値は上がりすぎていたのが、下がりました。拠点強化の順番や内容を選ぶのではなく、使用回数で強化だったりスキルツリー的なものも選択肢少なかったりと、予想も自由度が広くはなかった。まあ一応買ってはみたけど、ただやっぱり他のゲームと比べるとちょっとなーって感じる点はあるみたい。まあこれの理由っていうのが、このねフレデリカっていうのが、まあ、比較的安いゲームであること、まあマーベラス自体がね、まあ、そんなに高いゲームを出さないっていうところもあるんですが、このゲームなんと新品でも4980円が定価となっておりまして、で安いところだと今4300円台とかで、このゲームなんと予約することが可能でございます。で特にね、今ドラゴンクエストモンスターズ3体験版出ておりますが、定価がなんと約7600円で、マスターズ版に関してはなんと1万2000円ぐらいになっているといったところで、まあそういったところを考えると、まあ予算的にもそうなんですが、そんなになんかお金をかけたゲームじゃないんだなっていうのが、自分もですね体験版の感想動画で話していましたが、そういったところが見て取れました。だからまあここに関してはあえてというか、なんというか予算の問題もありそうな感じがするから、まあなんとも言えない点ではあるんですが、まあぶっちゃけね、なんだろう、他のゲームでできるところとか、できたことがこのゲームでは結構制限かかっていたりとかするので、まあグラフィックだったりとか戦闘っていうところはですね、まあ特段問題はないかなと思っているんですが、やっぱりその全体像っていうところで見てみると、まああんまりお金をかけて作られたゲームじゃなかったのかなっていうのが、なんとなく見て取れました。まあ仕方ないところはあるのかなと思いましたね。だからまあがっつりとしたゲームをやりたいという方からすると、ちょっとニーズには合わない可能性があるかもしれません。はい。ただまあ大きなバグがないっていう点であったりとか、でゲームのシステムが非常にシンプルである点であったりとか、そういったところはですね非常に良かったのかなと思いました。まあ良くも悪くも、フルプライスのゲームではございませんので、まあそういったところを加味してプレイするっていうのがいいのかもしれません。さあそんな感じでございます。でこのフレデリカにつきましては、現在も体験版もちろん無料で配信されておりますから、もし気になった方は購入されてみてはどうでしょうか。ただやっぱりそのパッと見てみると、クオリティの面であったりとか、まあ、そういったところに、まあ、疑問だったりとか、課題を感じている方が多いのかなと思いましたね。はい。ただやっぱりね面白いと言ってる方がいる一方で、ただ一方でやっぱり他のゲームと比べるとちょっとあれだなって感じてる方が多いんじゃないかな。まあパッと見た、印象としましてはそんな感じでしょうか。
まあ実際に自分もですね、プレイをしてみて思ったことがたくさんあるんですが、このような形で最近は、考えているといったところで、このフレデリカもですね、体験版出てから結構時間が経っておりますので、落ち着いてきた方が多いのかなと思いましたね。ただフレデリカに関してはどうなるんだろうね。まあやっぱりマーベラスといえば、ここ最近は牧場物語、さらにルーンファクトリー、まあこちらが2本柱となっていると思うんですが、でその3本目の柱としてフレデリカやってくるのかどうか、まあそれこそルーンファクトリーみたいにナンバリングとして今後出てくるのか、出てくるとするとフレデリカ2とか3とか4とか、今後出てくる可能性もあるので、まあこれが今回出るのかどうかっていうところと、まあどれぐらい売れるのかっていうところによって、今後2、3続編が出るかっていうところが変わってくるんじゃないかな、どうなんでしょうか。ただまあやっぱり拠点がね、良くも悪くも狭いっていうところがなんか最近のゲームとはちょっと異なる点だなと思いました。まあかなり狭いからね。まあ新たな拠点が、多分製品版になるとさすがに出てくると思うけど、さすがにこのまま終わるってわけじゃないよね。まあこれはこれでゲームがやりやすくなるからいいんだけどさ、まあ無駄な行動が減るとかさ、まあフィールドが広いっていうところはいい一方で、逆に時間をですね割いてしまわないといけないから、移動によって、まあそれもそれで結構ネックな点ではあるので、そういったところを考えると、まあこれはこれでいいのか、はい、まあそんな感じでございます。で今回ですね、フレデリカ、男女のツイートの数で比較してみると、男性が圧倒的に多いので、特に牧場物語とか、ルーンファクトリーって結構女性の方が、プレイヤーとして多いイメージなんですが、今回はねやっぱりゲーム性っていうところもあって、男性の方がね、購入される可能性というか、まあ、ツイートされている回数が、比較的多くなっているのかなと思いました。で年代的には30代の方が多いって感じでしょうか。はい、まあ、そんな感じでもろもろね、いろいろなデータが、出てきておりますが、まあ言ってもこのゲーム自体は実際やってみましたが、なんだろう、まあかなりその小中学生から大人まで遊べるゲームかと思いますので、まあそんなになんか年齢自体とか性別自体は問わずに、楽しめるかなといったところが正直な感想でしょうか。はい、まあそんな感じでフレデリカ、様々な評価などが今出ておりますが、まあどうなるのかっていうところですよね。まあ正直なんか完全新作っていうところと、フルプライスゲームでもないっていうところと、まあ結構癖があるゲームなんで、まあどう転ぶかわからないけど、ただまあ国内パッケージ版の初動の売れは5万本いけば御の字レベルか。いや5万はさすがに難しいのかな、どうなんだろう。まあ直近のルーンファクトリーとかの売り上げとかも見てますが、まあ正直最新作の5ですら国内パッケージ版で初週でようやく10万ギリギリ達成みたいな。でリメイク作品の3スペシャルとか確か2、3万ぐらいで終わった記憶があるから、ってところを考えると下手すると2万台ぐらい、いや下手すると1万台とかで終わる可能性もあるのか、ってところを考えた時に、まあどこまで売り上げ伸ばしていくのかってところが気になりますが、まあフレデリカ製品版もですね、今のところは購入してプレイする予定なんで、ぜひチャンネル登録と高評価このタイミングでポチッと押していただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃの。そして皆さん、体験版おそらく無料で今プレイされているかと思いますので、もし差し支えなければ、このタイミングでフレデリカをやってみた感想、いや本当にね正直な感想でいいので、一言だけでもいいからぜひ教えてください。ではまた。